今日はヤミちゃんの持ち込み企画らしいですよ。でもさ、何やるか聞かされてないんだよね。だからちょっと、いや、ちょっとじゃないな、だいぶ不安なわけ。とりあえず VTR らしきものがね、送られてきてるみたいなの。だからそれを早速見てみたいと思います。ほう、ヤミからの挑戦状。君はこの VTR に隠されたおかしなポイントに気づけるか。よー、すげー、バンダイナムコの新しいロゴじゃん。みんなのために実況動画やりまーす。さっきから気持ち上がってまーす。上がってる上がってる。配管工のおじさんが車で戦うやつマリカーね。やりまーす。バンダイじゃないけどね。正直、今までやったことない。かなりむずい。しかもなんか割と難しいな。おお、すげえ、うめえ。この道は難しかったか。え、待って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 、おい、ね、おかしくない？え、いやえ、あれ難しいけど、悪い字から、あれ楽しかった。あれ変わんの？あれ、あかりがルール全然分かってない。でも、いい感じで実況できてたよね。え、初回にしては良かったんじゃないかな。かわいい、かわいい、かわいいじゃん。え、終わり？え、間違ってた？何も間違ってない気がする。もう一回だけ見ていい？実は周りのものがなんか変なんじゃない？あかりの顔が入ってるとかさ。君はこの VTR に隠されたおかしなポイントに気づけるか。これだっしょ。まずここだよ。バンダイナムコ認定どうだも普通。ファンフォア、読めねえな。みんなのために、みんなのために実況動画やります。いや、もしかしたら自分のために実況動画やってるかも。気持ち上がってます。いや、上がってないのかもしれない、もしかしたら。今から配管工のおじさんが車で戦うやつ。ここ伏せてるだけじゃないの？伏せやります。マリオやろ。マリオ、マリカやろ。正直、待って待って待って、今までやったことない。かなりむずい。え、ちょっとちょっと、はてな、取りる。割と難しいな。わかる。ドスン、ドスンのギザギザの数が違うとか。ドスン、くるくる回る。マリオキアとカート、マリオカートって K だったっけ。難しいけど楽しかった。早くない？でも、いい感じで実況できてたよね。え、なに？初回にしては良かったんじゃないかな。あざといな。あかりにはできねえ技だ。かわいい。ちょ、待って待って、何も間違えてない。あ、分かった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 。2箇所は分かった、確実に。1つは任天堂のところのはずがバンダイナムコになっている。2つ目が配管工で人生を終わらしているおじさんが車で走るゲーム。本当はマリオカートだった。ちょっと待って、もう一回だけ見ていい？ごめん、ラスト一回。え、分かった、はい、オッケーです。さっき言った二つにプラスして、ヤミちゃんの後ろにいたピンクのクマの位置がちょっとずれてる。どうですか？それでは正解発表。一問だけ。どれよ、逆に。あかりの口から言わせるの。レベル1がバンダイナムコの新しいロゴがダサすぎる。そうなの、みんな。バンダイナムコってさ、ほら、オレンジと黄色のさ、丸が重なったようなさ、マークだったんだけど、ちょっと枠に変わったんだよね、さっきので。それがダサいんじゃないかって、こう、うちのピロリンたちは言ってます。でも、バンダイナムコさん、あかりはそんなこと全然思ってません。むしろおしゃれだなって思ってます。そしてそういうこと。マリオカートを配管工で人生を終わらしてるおじさんが戦うやつって言ってんのか。ああ、コースを道って言ってたんだ。これさ、思うんだけどさ、間違いなのかな、それって。3つ目、教えていただいていいですか？ゲーム画面に明かりが登場する？いた？え、どこ？マジかったかー。ああいるいる。確かに、明かりいる。いや、失礼しました。気づかなかった、全然。じゃあ、4つ目。え？闇のセリフを縦読みすると、闇の衣装かわいいでしょになってる。はぁ？むずすぎるよ！ほんとに？頭文字を見ていくと、闇の衣装か
はいいいいでしょう。いや、わかるわけないじゃん。っていうかさ、バンダイナムコのロゴダサいって言ってる人います。全然私そんなこと思わないあるよ。はい、というわけでですね、ヤミちゃんからの挑戦状、まあ受け取ったんですが、一問しか正解しませんでした。ごめんヤミちゃん。明かりが出たの気づいた？みんな全然気づかんかった。オーラないのかな。つら。まあ結構楽しませていただいたんで、またヤミちゃんからの挑戦状受け取りたいと思いますので、ヤミちゃん何卒よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。